こんにちは。大うどんの振り付けを考えました。振り付けの意味とポイントを説明したいと思います。まず前奏は少し上を向いて立ちます。これはさぬきうどんの未来を見つめています。早いは左足を出し、右手を親指と人差し指をまっすぐに左に出します。安いはお金を作って下げます。この時顔は前でにっこり。さぬきはうどんの手話です。さぬきうどん、そのまま上で3回です。今度反対です。早い、次うまいはよだれを拭う仕草。うまいさぬきうどん、ここまでやってみましょう。早い安いさぬきうどん、早いうまいさぬきうどん。次です。次はうどんをこねて出来上がるまでの ところをやります。まず水を入れたり粉を入れたりします。こないで水入れかき混ぜて、次は踏みます。足踏み足踏み伸ばします。次切ります。切って集めてパラパラとお鍋に入れます。そして右足をぐっとクロスして、お鍋で茹でて水切って、おうどん。この時に4回アクセントをつけて振ります。やってみましょう。昼は行列セルフ店、どんぶり持って玉三つ、ちくわとげそをトッピング、これでもたったのワンコイン。ワンコインの時だけ一応出します。次も同じ繰り返して、次は大人も子供のものところです。大人は大きく、大人も子供もチュールチュール、あっちもこっちもチュールチュール。今日も明日も明後日もは時間が経ちますから回ります。今日も明日も明後日も秋は来ませんで、横を向いて下からチュールチュール、チュールチュール。次は最初の繰り返しです。よちよち歩きの赤ちゃんも、離乳食もおうどん、初めて覚えるひらがなは彼女常識おうどん。で、早い安いさぬきうどん、早いうまいさぬきうどん。で、繰り返しになります。一番最後のところだけ、今日もまたまたのところは、今日もまたまたおうどんで2回で、ソウルフードはおうどん。3、4、早い安いさぬきうどん、早いうまいさぬきうどん、おうどん。おっちゃん、おうどんもういっぱいつか。となります。振りを覚えたらショートバージョン、フルバージョンで踊ってみてください。それではまた。